んは、歴史家の濱田晃一郎です。大河ドラマ鎌倉殿の13人第10回目、根拠なき疑心の解読をしたいと思います。先週の動画で伝えましたように、土曜日に3回目のワクチン接種をしてきました。一時は38度以上の熱が出たこともあったんですが、薬を飲んだこともあって36度台まで下がったので、よしできると思い、今回は放送させてもらいます。さて、今日は日立の国、現在の茨城県の豪族佐竹氏を攻めるシーンが大半を占めていました。富士川の合戦で勝利した源頼朝は、そのままの勢いで上洛して平家を追い詰めるつもりだったようです。しかし、それに待ったをかけたのは千葉常胤、三浦義澄、上総広常といった関東の豪族たちでした。その理由というのは、日立の国の佐竹義政と佐竹秀吉は未だ我らに従ってはいません。その他にも従っていないものがたくさんいます。よって、そういった武士を攻めて勝った上で上洛すべしというものでした。結局、彼らの主張に頼朝は従うことになるんですけども、その彼らの主張には一理も二理もありました。関東の豪族をしっかりとまとめないうちに上洛することは危険です。留守に鎌倉を突かれるということも十分あるからです。また治承4年1180年という年は大変な干ばつがあった時でした。そういった時に大軍を率いて上洛するとなると、兵糧の調達が必要になります。京都に入っても食料がうまく調達できるとは限りません。そうなると略奪が横行してとんでもないことになってしまう。それで失敗してしまうのが木曽義仲なんですけども、それはまた後の話。とにかく頼朝軍がこの段階で上洛しなかったことは正解だったでしょう。さて、問題の佐竹攻めです。ちなみにこの佐竹氏というのは源氏です。頼朝が佐竹攻めのため日立の国府に到着したのは治承4年の11月の4日。佐竹氏の兵力はそれなりのものであるので、力攻めは良くない、するなと頼朝は最初から命じていたようです。千葉常胤、上総広常、三浦義澄などが会議を開いて作戦を練った結果、上総広常が交渉に行くことになりました。それに対して佐竹義政はすぐに参ると言って降伏の姿勢を見せます。で、この佐竹義政は上総広常の誘いを受けて大谷橋まで来たところを殺害されてしまうんです。つまり騙し討ちにあったわけです。ドラマでは佐藤浩市さん演じる、気性が荒い上総広常が佐竹を、ぶった切ってしまって、頼朝が何をしているんだと、ちょっと怒る、場面がありました。が、実はこの佐竹殺害は東鏡によると頼朝が命じていたようなんです。つまり頼朝が上総広常に殺害を命じたんですね。佐竹義政の殺害には成功しましたが、金沢町、現在の、日立の太田市なんですけども、この太田市には義政の次男の佐竹秀吉がこもっていました。頼朝軍はこの金沢町を攻めますが、城は要害の地にあって、矢はなかなか敵に届かない、攻めあぐねてしまうわけです。力攻めでは無理というふうになって、頼朝はまた上総広常を頼ることになります。広常はこういうふうに提言するんですね。それは、佐竹秀吉の叔父義末は権力欲も人一倍、勲功の賞を約束すればきっと佐竹秀吉を滅ぼす策略に加わるでしょうと、そういったふうに言うんです。で、この上総広常はですね、実際にこの義末のところに行ってですね、関東の今の状況は頼朝様に服従しない者はいないと、早く頼朝に味方するのがいいというふうに諭して、で、佐竹義末はそれに簡単になびいてしまって甥の秀吉を裏切ってしまうんです。この佐竹義末の裏切りによって城は落城、
秀吉は行方知らずとなります。ドラマではこの佐竹攻めに北条義時や源義経、そしてその囲碁系の源範頼まで参戦していましたが、彼らが参戦したとは吾妻鏡には書いてません。おそらく鎌倉にいたと思われます。傍若無人で傲慢に描かれがちな上総広常ですが、歴史書を紐解くと決してそれだけの武将ではなく、冷静でそしてなかなかの切れ者であったことがわかります。ということで、今日は佐竹攻めについて見てきました。それではまた来週お会いしましょう。歴史家の濱田晃一郎でした。